藤本隆です。こちらの本ですね、アルコール薬物依存臨床ガイドエビデンスに基づく理論と治療っていうのね、摂取と断酒っていうアルコール依存症が今まで断酒っていうのをね前提として治療を行われてるのに対して、今回のこの話摂取の話なんですけど、25年ほど前までは完全なる断酒のみ意味のある治療目的であることは誰も疑いもしなかった。しかし最近数多くの研究成果が明らかになる、につれて、かなりの数の問題飲酒者たちが節度を保ち問題を引き起こさない範囲で飲酒を維持できることが分かってきた。アルコール症患者には絶対断酒しかないと主張する者たちは、アルコール症は程度を差こそあれ治療のない疾患であり、 AA のミーティングで語られるように飲酒断酒中のものと酔っ払いとはグラス一杯の差でしかないという、かつてアメリカでは摂取という考え方は非常に大きな議論を呼び起こし、断酒治療の継承者たちは摂取プログラム開発者の先行者であるソベルラーに対して感情的な非難を浴びせかけたほどであった。しかしこれまでの研究の結果、今日ではたとえ治療自体は完全な断酒を目的としていても、結果的にはかなりの数の問題飲酒たちが問題ない飲酒へ変わるということが明らかになってきている。摂取治療プログラムの基本的な構成要素は、飲酒の自己モニタリング、飲酒回数コントロール訓練、治療目的の設定、治療行動の、飲酒行動の機能分析、アルコール乱用以外の適切な行動の習得などである。摂取治療プログラムの効果に関しては数多くの研究成果があり、これまでのところ少なくとも伝統的な断酒中心の治療と同程度の効果があることが示されている。プログラムに参加したほとんどの患者はアルコール使用量の制限が可能になっており、また断酒中心の治療に参加したほとんどの患者も完全な断酒には失敗しているものの、摂取には成功しているのである。ごく最近ではウォルタースが17個の研究を対象にメリタ分析を行い、摂取を目標とした行動的自己コントロールプログラムが全く治療を受けていない場合よりも効果が高く、断酒を目的としたプログラムと比較しても特に治療後1年以降は同程度の効果を認めている。断酒効果の継承者たちは摂取プログラムの治療効果を一過性に過ぎないと主張することが多いため、治療後1年目の追跡調査の結果で効果が同等だったというこの結果は重要である。断酒治療は摂取治療と違って問題飲酒者よりもアルコール依存にまで進行した患者を対象とした方がいい、成績は良いという主張があるだろう。このメタ分析ではそれを支持するデータは認められなかった。断酒治療の継承者たちは摂取治療の臨床研究はどれも大学や研究所で実施されたものであり、実際の臨床現場で目にするような患者は対象となっていないと論じるのも思うのだ。しかしウォルタースが大学や研究所をフィールドとして実施された研究を除外し、残る8個の研究を対象として行ったメタ分析でも、結果は元の17個の研究を対象としてしたものに変わりないのである。つまりこれまでの研究結果を見る限り、かなりの数の患者に対して摂取治療もまた断酒治療に変わる一つの選択肢になりようと言えるのではないかろうかっていう話ですね。だからもうこれまでの本はもう最終的には断酒、完全にお酒を断つっていう話なんですけど、これを読む限り断酒には失敗しても摂取には成功してるっていうある意義あるエビデンスに基づく事例本なので、読んだ上であなたが断酒には失敗した、でも摂取には成功するかもしれないっていうのを思えるような本でもあると思うので、読んでみてくださいね。これそれでは。